私たちアドビックスはブレーキおよび車シシステムを事業領域としております。来たるべき新しい自動車事業の世界において電動化あるいは自動運転の主役を目指してまいります。アドビックスの使命としてはやはり車のブレーキを扱いますので、交通事故死ゼロっていうところを目指しています。でそれに対して僕自身思ってるのは、より安全により快適な製品作りがそこに直結するのではないかというふうに考えています。ディスクローターの開発設計におけるグループのマネジメント、ディスクローターの将来構想を構築する仕事を任されています。ディスクローターとは車の基本となるブレーキ部品で、ブレーキパッドを押さえつけて、車を止める部品になります。まずは私自身が設計したものが出来上がった時というのは、一つ技術者としてやりがいがあると思います。また製品を作っていくにあたっていろいろ自分の中でも検討をするんですけど、その検討がうまくいってさらにそれを得意先にご承認いただく時に問題なく指摘なく承認された時はやりがいを感じます。基本的に全員元気で意見を言いやすいような環境づくりっていうのはされているというふうに考えています。ブレーキって車の中でも本当に最重要部品だから、自分が作ったものの存在の大きさと、日々の仕事のやりがいっていうところがマッチしてないと僕多分ずっと仕事続けられないな、楽しく続けられないなって思った中でブレーキ作るのって自分に一番合ってるなって思ってここにしました。私ですね車が自動でブレーキをかける際に各タイヤに適切な圧を送るっていうことを、こいつがしてるんですけども、これのモーターとか電磁弁、中に入っている電磁弁の制御の使用を検討しております。ある完成車メーカーさんの得意先さんにこの部品が使えないから制御で何とかしてくれというような要望があって、上司から田中君やってみてと任せてもらえたんですよ。任せてもらったからにはがむしゃらにやってって、もうずっと得意先に出張したりもして繰り上げてって、最終的には自分にいろんなことができるようになったし、その車も無事発売できるようになったし、でそれで初めて給料分働いたんではないかなっていうところが、大きな経験でしたね。私は生産技術部として、ABS や ESC などの制御ブレーキの組み付けラインを担当しております。組み付けや検査などをいかに簡易化もしくは削減できるかっていうところを我々生産技術部だけではなくて皆さんで知恵を出し合って解決しています。組み付けラインの現場の方たちなんですけれども、我々が作ったラインに対してもっとこうした方がいいんじゃないかっていう改善意欲がものすごく高いんですね。なので、彼らたちの姿勢を、見ていると新しいことにどんどんチャレンジしていく、で我々もそれを受けて次作るラインはこうしたいああしたいっていうのが出てくる、そういったいい回転ができているかなと思っています。私が担当している製品は車両のブレーキペダル、ブレーキって、人の動力だけじゃ止まらないので、そのブレーキを、作動させるための装置を私は担当しています。純粋に車が好きだったっていったところがまず大前提になりますね。ブレーキを扱ってるってところですごく自分にプライドを持って責任を持って仕事ができるんじゃないかと思って志望しました。アクセルは踏まなくても、危険性が生じるってことはなかなかないかなと思うんですが、ブレーキはやっぱり止まらなければ人命に関わりますし事故にもつながるので、やっぱりそこはすごく責任感を感じながら仕事はしています。社員の方が事務系であっても技術系の人と同じぐらい熱量を持ってこういうことをやりたいんだっていう思いを持ってそれに向かって走ってる姿を見て、私もこういう人になりたいな、こういう人と働きたいなっていうふうに思って、ぜひここに入りたいと思ってアドビックスを選びました。今は新卒の採用担当をしています。対象は大学卒業の学生さんなんですけれども、そういった方々がインターンシップに参加するところから選考はもちろんなんですけども、入社するまでの内定者フォローサポートまでも今担当をしています。私がやりたいって言ったことを比較的上司も聞いてくれて実行させてくれるっていうのはすごい環境として整ってるなというふうに
思います。自分が企画したイベントが最終的に成功したとき、学生に思いが伝わったときっていうのはまず嬉しいなというふうに単純に思います。でもう一つは、過去に新入社員の研修を担当してたんですけれども、その社員たちが活躍してるよっていうことを聞いたり、実際にお会いして活躍している姿を見ると、あ、やってよかったなっていうふうに、みんな育って嬉しいなというふうに思います。私たちは世界一お客様に喜んでいただけるブレーキ屋集団を目指しています。従業員の皆さんが生き生きと働いて、アドビックスで働いてよかったなと本当に思ってもらえるような会社にしていきたいと思います。ただ作るだけではなくて、お客様が何を求めているのかということを考えて、お客様の要望に応えて作り続けていく、それで世界一お客様に喜んでいただける会社になりたいというふうに我々は思っています。アドビックスとして掲げている世界一のブレーキ屋集団として、安心安全をお客様に提供していく、でまたやっぱり家族にも安心して暮らせるような社会にしていきたいと考えています。車社会の交通事故をなくすことをブレーキ部品で実現させることが私の夢です。人並みだとは思うんですけど、携わった製品が世に出た時に、これ父さんが作ったんだぞって、自慢したい。自分が設計した製品を通してエンドユーザーの方や得意先の方の満足度を引き上げて、自他ともに認めれるブレーキナンバーワンサプライヤーになることが僕の夢でもあります。